鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、カシャカシャ、カシャは、悪行を積み重ねた末に死んだ者の亡骸を奪うと、される、日本の妖怪である。葬式や墓場から死体を奪う妖怪とされ、伝承地は特定されておらず、全国に事例がある。正体は、猫の妖怪とされることが多く、年老いた猫がこの妖怪に変化するとも言われ、猫股が正体だとも言う。 昔話、猫団家などでも、貨車の話があり、張馬国でも、山崎町、牧屋の、貨車場にいる岩がある。貨車から泣き殻を守る方法として、山梨県西八代郡上石式村で貨車が住むと言われる付近の寺では、葬式を2回に分けて行い、最初の葬式には棺桶家に石を詰めておき、貨車に泣き殻を奪われるのを防ぐこともあったという。 愛媛県八幡浜市では、棺の上にカミソリを置くと貨車に泣きを奪われずに、住むという。宮崎県東臼杵郡西郷村では、出棺の前に、幕にはクワセンまたは、貨車にはクワセンと二回唱えるという。岡山県阿鉄郡熊谷村では、妙蜂を叩くと貨車を避けられるという。著者不詳、紀伊雑談集より、越後常伝の章にて、葬りの時、 雲が見なり来たりて、死人を取ることかや原巨才かやまど万六より、盲領菓子と同種のもの、または菓子の別名と考えられているものに、以下のものがある。岩手県東野では、華子といって、上平軍、綾織村から、宮盛村に続く、峠の傍らの山に前帯に巾着をつけた女の、姿をした者が住んでおり、葬式の棺王家から死体を奪い、 墓場から死体を掘り起こして食べてしまうと言われた。長野県南、三巻村でもキャシャッと言い、やはり壮烈から死体を奪うとされた。山形県では昔、ある裕福な男が死んだ時にカシャ猫が現れて、亡き殻を奪おうとしたが、聖玄寺のおうにより追い払われたと伝えられる。その時残された尻尾とされるものが魔よけとして、長谷観音堂に奉納されており、毎年正月に公開される。 この話は、漫画日本昔話で、渡り、廊下の寄付のもととされ、妖怪菓子として登場している。群馬県神田郡秋畑村では、人の死体を食べる怪物を、天丸と言い、これを防ぐために埋葬した上にメッカゴをかぶせたという。愛知県の日間鹿島でも、菓子を、魔道くしゃといって、百歳を経た猫が妖怪と化すものだという。鹿児島県泉地方では、 気も取りといって、葬式の後に墓場に現れたという。沢木隆史の百回図鑑より、詳しいや日本古来では、猫は魔性の持ち主とされ、猫を死人に近づけてはならない、看護家の上を、猫が飛び越えると、看護家の中の泣き殻が起き上がるといった伝承がある。また中世日本の説話物語集、宇治周囲物語では、悟卒が燃え盛る火の車を引き、罪人の泣き殻、 もしくは生きている罪人を奪い去ることが語られている。カシャの伝承は、これらのような猫と死人に関する伝承、罪人を奪う、火の車の伝承が組み合わさった結果、生まれたものとされる。カッパが人間を溺れさせて尻を取るという伝承は、このカシャからの影響によって生じたものとする説もある。また、中国には、毛量という妖怪の伝承があるが、これは、 死体の肝を好んで食べると言われることから、日本では死体を奪う貨車と混同されたと見られており、前日の、かやまど万六で、猛狼を、くはしやと呼んでいることに加えて、ねぎしやすもりの随筆、耳袋巻の四、鬼僕のことでは、死体を奪う妖怪が、猛狼と言えるものなりと名乗る場面がある。経済状態の切迫を意味する。 日の車という言葉は、この貨車によって亡者が攻め苦を受けることに由来している。ハリマ国一帯では、性格の悪い老婆を、化け猫のような老婆との意味合いで、貨車場と呼ぶという。遊郭で、遊女たちを監督する女性であるやり手のことを貨車と呼ぶのも、貨車から派生したものであり、やり手は万事を切り回す女であり、やり手が牛車を動かす人を意味する言葉でもある。 ことが由来とされている。ありがとうございます。